神様のバカ、どうして私がこんな目に遭わなくちゃならない。私が何をしたの。人生はいいことと悪いことの二つがあって、どっちも長続きしないってお父さんが言ってた。だったらこれも長続きしないんだよね。これで私の不幸を終わりにして、今日までの不幸に見合う幸福に導いて、それもできないって言うなら、こんな人生いらない。私を殺して、その雷で私を殺してよ。殺せ。田無美代子はここにいる。私のお父さんとお母さんを奪ったように、私の命もここから奪う。